はい、いらっしゃい、辺おじということでね、今日はね、こちらの小イカ、ちっちゃいね、ケンサキイカの子供、これをね、いただきました。ありがとうございます。でね、僕のこのケンサキイカの一番おすすめの食べ方っていうのをね、今日はね、やろうかなと思います。これちっちゃい小イカだよね、要はね、ヒイカだったり、まあヤリイカでもいいんだけどね、これちっちゃいイカの簡単で美味しい食べ方ね、やっとくよ、そういう動画。はいはい、じゃあそうしましたら、とりあえずね、こちらのイカをこれザルでね、ザッと洗います。サッとね、ささっと、ちょっとさーっとね、表面の汚れだけ取りたいんで、サッとね、サッと、はいはい、じゃあこんな感じで洗いましたら、こちら沸騰したお湯にね、お塩、ちょっとこんなもんかな、ちょっと入れてね、でここにこのイカをこのままね、少量ずつ入れていきます。少量ずつ、いっぺんに入れるとね、温度が下がっちゃうからね、少しずつ。ね、僕もね、昔はね、これね、全部こう開いて、全部これ開いて包丁で、あの内臓を取ってね、やってたんだけど、漁師の人に聞いたらね、こうやってね、丸ごと茹でるのが一番美味しいよって言われたんで、それからもうこうしてます。でもね、時々あの、なんだろう、砂を噛んでるイカがあるんで、それだけ注意してね、その買う時にね、これ砂噛んでるかどうか魚屋さんに聞いてからやってね、ね、でこんな感じでね、全部入ったら、あとはね、まあ5分、まあ5分ぐらいかなね、このまま5分ぐらい茹でていきますね。はい、じゃあ5分ほど茹でたんで、一度火を止めてね、ザルでね、はい、こんな感じにします。でね、もうあとこれで食べるだけ、めっちゃ簡単でしょ。でね、この内臓が少しあった方が美味しいんでね、内臓大丈夫だよっていう人はね、一回試してみてね。よっこいしょ、あ、絵の映らんのかな、と。下げて、映るか、何しようか、はい、はい、ね、いただきます、ね、僕のいつもの食べ方がこれ、ただまあ茹でるだけね、あの本当簡単だし、あの美味しいんでね、みんなも試してみてくださいね。あのなんだ、このつけるやつ、つける、うん、醤油とかつける調味料は、僕は七味マヨネーズに醤油とか、一味マヨネーズに醤油ね、あとはまあ生姜醤油だったり酢味噌だったりします。今日はね、一味マヨネーズ、七味マヨネーズに醤油でいきます。今日はね、ノンアルでまだ運転するんでね、いつもこうやってね、まあやべ、6対4です、ね、いただきます。でこの船がね、気になる人はこの甲羅っていうの、指でここ引っ張れば出るんで、ここピッチって、まあ取れちゃった、まあ今のは失敗です。あのここをつまんで、これ引っ張るとこういうふうにね、取れるんでね、気になる人は取ってください。僕はあのこのぐらいの大きさだったら大丈夫なんで、目もくちばしもみんな食べちゃいます。でね、これね、こうこれね、つけて、ちょっと真っ黒になっちゃったけど、こうつけてね、うまっ、うまいよね、これほんとね、これ簡単だからね、みんなやるといいよ、つまみにめっちゃいいからね。でもね、この泡が決まらんね、泡が決まらん、
ね、こうつけてこのままね、いきます。うまい、めちゃめちゃうまい。これね、このぐらいの大きさまでだったらもう全然僕は大丈夫ね。からのビール、うまっ、ね、どうしても泡になっちゃうんだよこれ。どういうこと、どうやると上手になれるんだこれは。泡だけ飲んでこういこうか。はい、ねえ、僕もねこれあの漁師の人に教わる前は全部ほんと開いて内臓出して目も取って口も取ってやってました。すっごい労力だからねそれやると。でこのままの方が味もいいと思う。めっちゃうまい。僕個人としてはホタルイカとかよりもこういうなんていうんだろう、剣先のちっちゃいやつとかヒイカの方が好き。手ついちゃった。うまっ。最後、まだあっちにたくさんあるけどね、これ今とりあえず最後。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。でね、あのたくさんイカを茹でて、まあ、もしね、まあ、もう茹でたやつは飽きちゃったよという人はね、あのままあのちょっと佃煮みたいにね、ちょっと甘辛く炊いてその最後一味をピピッと振ってそうやって食べてもね美味しいと思うんでね、いろいろねやってみてください。今日はそういうイカのおすすめの食べ方の動画でした。じゃあね、バイバイ。ちょまいよね、でもね、ちょまい。よし、じゃあじいちゃんに飯を作ろうかな。よし。